神竹山公園は、兵庫県豊岡市警庁にある都市公園。豊岡市街地の中心に位置する神竹山一帯には、豊岡城跡、遊歩道、展望台、各種遊具、砂場、公衆トイレなどが整備され、頂上の本丸からは、市街地を一望することができる。神武山の名は1873年に、神武天皇洋廃所が設置されたことに由来する。 1580年、宮部慶順により豊岡城が建築され、大正時代には、上水道排水地が整備された。現在では、約300本のソメイヨシノが植えられ、桜の季節には、盆盛りリが灯され、多くの花見客で賑わう。所在地は、兵庫県豊岡市慶町12番地。豊岡市出身の実業家、中江草作りは、 鉱山事業で得た莫大な利益を豊岡市の上水道建設に出資した。財源が確立すると急速に整備が進み、1922年3月には上水道が完成した。兵庫県下では神戸市、天川崎市、高砂市に次ぐ4番目の上水道の誕生であり、全国でも49番目に創設することとなった。さらに、中井氏は、 水道使用料の常用金から100万円を積み立て、これを町の奨学基金とするという条件をつけた。1925年3月、町議会は中江草作りの功績を称え、ことぶき公園に銅像を建設した。JR 山陰本線、京都丹後鉄道豊岡駅より徒歩15分。ありがとうございます。